こんばんは。それではキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チームエイト、チーム4県人の長野聖果です。せーりかーって呼んでください。せーりかー、よろしくお願いします。今日は朝っぱらからレッスンがありまして、で帰ってきまして、寝てました。30分前に起きました。びっくり。3時ぐらいから5時半ぐらいに起きた。2時間半寝ました。だから起きたのがもう奇跡っていうか、30分前にショールームする10分前にはとりあえずアラームかけてたけど、ね、10分ぐらい経ったら起きるだろうと思ってたんで、でも起きなかったんで、まあ、ちょっと起きた時はあー寝すぎたと思って、しかも今日すっぴんだったんですよね。レッスン行った時朝早くてもうメイク無理と思ってすっぴんで行って、ねえ、そうなんで5分ぐらいでね、とりあえずメイクしてっていうかあんまやってないけどさ、塗って出てきました。ここにっていう今までのスケジュールでした。昨日はアベメイとミユとあれ行きました。クリスマスツリー見に行きました。久々にアベメイに会えて、私はもうめっちゃ嬉しかったです。でもなんか全然変わらず、なんかもう現役の時と同じような感じの接し方といいますか、もう顔何も変わらず、もうね、楽しかったです。お互いの近況報告とかしたりとか、あとなんかアベメイが最近やってることとか聞いて、おおすごいってなったりとかしましたね。そう、なんか昨日の昨日にミユと2人で恵比寿のイルミネーション見に行ったんですね。でその時になんか明日アベメイと横浜行くみたいな言ってて、いいなーみたいな話してたら、ミユが誘ってくれて一緒にどうって、でそう行くことになったんですけど、楽しかったです。めっちゃ寒かった。びっくりするぐらい寒かったですあ、冬を感じた。霜焼けできるやつやと思ったんですけど、無事霜焼けはできずに済みました。そうなの、ダウン大活躍です。本当にもう毎日ダウン着てる。なんか日差しがあるときはいいけど、やっぱ風はめっちゃ冷たいですよね今。あ、中華めっちゃ美味しかった。そう、せっかく横浜に来たから、なんかご飯は横浜っぽい中華にしようみたいになって中華街行って、そう、四川料理だっけ、すごい美味しかったんです。麻婆豆腐と餃子と小籠包と
あと何食べたっけ、大根餅っていうやつとエビの揚げられたやつみたいな、めっちゃ食べた。そうです。美味しかったし、美味しかった本当に。ね、そうそうそう、海が近いからね、もうめっちゃ風も強いしね。ね、より寒かったよね。どこよりも寒かった。あとめっちゃ混んでてびっくりした。なんかめっちゃ混んでた。だから本当に一瞬で出てきちゃったんですけど、普通になんかこういうクリスマスの混雑してる時期とかじゃなくて、普通に天気のいい暖かい日に海とかを眺めに行きたいよね。赤レンガまた今度。カップルめっちゃいた。クリスマスマーケット、そう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 、クリマ。今年はイルミネーション満喫してるね。そうなの、めっちゃいろんなとこ行けてるんです。最高、最高すぎです。春にまたおいで。行きます、行きたい行きたい。なんかめっちゃ遠いと思ってたけど、なんか意外とすぐ電車でさ、意外と簡単に行けるんだと思って、遠そうなイメージめっちゃだったけど、そんなことなかった。駅からもね近いし、クリマっていう人初めて、初めて言った私も。クリスマスマーケット、でもクリスマスマーケットって長い、クリマ通じなそうだけど、そんなんですね。明日は公演です。チーム8のやつ、雫公演があります。なんとマリアの生誕祭です。テレビ和歌山のワクワク編集部の放送日です。楽しみですね。クリスマスイブ公演、そうそうそう、明日行くよって、イエーイ、楽しもうね。で、その明日せっかくのクリスマスイブなので、公演終わりに、まあ、配信ちょっとできたらなって思うんですけど、朝はちょっとあれだから公演後がいいなと思って、だからもうめっちゃ夜に配信するかもしれない。クリスマスの日も配信したいけど、何時にできるんだろう。お話し会終わって七瀬と配信ショールーム特番みたいに出るんですけど、その前にできたらと思ったけど無理だってできないけど、帰ってからしようかな。26はお話し会と、なんだっけ、六本木アイドルフェスティバル、多分六本木アイドルフェスティバルの日は無理かな。カツカツだった気がする。朝やればいいんですけど、ちょっと朝は元気がないから。27はできる。
こまで出番遅くなかった。でもあれです、多分え何時に終わるっけ、9時台ですよね。まあワンチャンできる、30分ぐらいだったらできたらするね。できたら、できなかったら、あ間に合わなかったと思っていただいて、31はねワンチャンカラオケ配信ができそうって思った。でも普通にあのあれ年またぎの時はしない、あのカラオケは。そうそう、なんで夕方とかにやってから、カラオケ配信夕方にやって、その後に年またぎ配信、1日2回するっていうこと自分で言って何そう、ワンちゃん、おー年越しそば一緒に食べる。年越しそばっていつ食べるのが正解なの？31日か。年またぎやってくれるん？いやなんかこの前ショールームの、あえショールーム配信でなんか年越しの時や配信なんか見たいって言ってくれる方が意外と多くて、なんかそうなので、まあやってもいいかなと思って、最初はまあ見る人いなそうと思ったけど、案外やってほしいっていう方もいてくれて、だからやってみることにしたね。だまいつの日かさ、なんかミュと二人でホテルでカウントダウンした気もするよね。なんか一人では初めてかもしれない今年。あそう、紅白出させてもらった時に、そうそう、その夜にね配信した元気やな、普通めっちゃ疲れてるのによくやったの。ミュウと一緒だったからできたかも。でもその時もそうそう、なんで見てくださいね、あの時間ある人は。いまだに身呼びが慣れない。いやわかるよ。なぜかはなんかそれこそ昨日なんかアベメイになんかミウって呼んでるの新鮮じゃないみたいな、なんか時の流れを感じるわみたいな感じで言われて、でなんかそうアベメイになんかそうタオちゃんって呼んでた時期にその
ミユって呼んでほしいって言われて、こうこうこうでミユって今呼んでるんだみたいな話したら、へえかわいいねみたいになって、でそしたらその夜みんなバイバイってした後に LINE でなんかミユって呼びにくいのに呼んでくれてありがとうってLINE 来た。かわいすぎ。そうなの、だからもうミユ呼びは慣れたよって言って、そしたらねありがとうって来てたんですけど、かわいいよね本当に、もうかわいすぎる。今日も朝レッスン行ったらなんか寝てて、すごい体勢で寝てて、もうそれも写真撮ったんですけど、めっちゃ可愛かったです。絶妙なところに足を置いて、絶妙によくそれで落ちないなっていう角度で寝てて、そうだ、っていうね。ていうかさっき、ね、寝たからか、もうめっちゃ元気、今ちょっと声は元気ないけど、めっちゃ目はパッチリしてます。せいちゃんの好きなクリスマスケーキは何？え？クリスマスケーキ？でもケーキで好きなのはなんか普通に超濃厚なチョコのやつとか、普通のショートケーキよりかはザッハトルテみたいな名前合ってるそういう感じのやつの方が好きです。クリスマスはイチゴケーキやで。まあそうなんですけどね、なんかイチゴはね、そこまでテンション上がる人じゃないんで、ちょっとモンブランもまあまあ好きですね。一番ではないけど普通に好き。クリスマスはブッシュドノエル食べたくなる。あれですか、木みたいなやつ、切り株みたいなやつだっけ。え？と普通にチョコが好きなんで、チョコのケーキが好きかな。木みたいなやつもなんかめっちゃクリスマスになったらあれ欲しくなるよね。わかる？美味しそう。シュトーレンも似合う？似合う？ケーキ似合う？シュトーレンって何？しかもシュトーレン、コストコのチョコレートケーキ美味しかった。美味しそう、なんか大きそう。コストコはでもティラミスってイメージは結構あるけど、チョコケーキも美味しいんだ。今年アイスケーキがいいらしい、ドイツのクリスマスケーキ。そうなん、でも聞いたことある。てかケーキに似てるから入刀したくなる。似合う？いやいや似てないでしょケーキに似てるって人生で初めて言われた。今年はサーティワンのアイスケーキかな。みんな食べるんですか、クリスマスケーキ。いいな、食べたい気もするけど。
おお、すごい、買うって言ってる。いちごケーキ予約した。いいね。明日超混むから今日買った方がいいよ。マジか。今日はもう家から出たくないんで、もういりません。ワンチャンコンビニっていうか、ホールケーキ食べないと思うんで。まあ食べなそうですね。チキンも食べないだろうな、一人だし。寂しい。クーリバッチ、クーリバッチ。26日に売れ残りでも狙うかな。確かに26日絶対売れ残ってるのあるよね。いいじゃんそれで。そうなんだよね、今年はなんかね、イルミネーションめっちゃ行ったからね。クリスマスツリーめっちゃ見たもん今年。26日になったら一気に正月かで、確かにね、街中がもうお正月モードになるよね。一人が本当に寂しくなってくるのは29日ぐらいよ、経験上。そうなの。まあ確かにね、絶妙ですね29って。クリスマスディズニーしてきたよ、最高。ディズニー行きたいわ、ディズニー行きたいな。寒そうだけど、まあ春に行けたらいいな。てか私何でも春に行けたらいいなって言ってるけど、行きたいとこ多すぎ。長崎も行きたいし、ディズニーも行きたいし、なんならユニバも行きたいしっていう。USJ のクリスマスツリーも綺麗みたいね。毎年ね、毎年でも綺麗ですよね。大昔に見たことがある。めっちゃ大きかった昔のやつ。今年はどんなのか知らないけど、春忙しいんじゃないのね。春は毎年忙しい。そうだね、2月、ワンチャン2月、めっちゃ寒そう。3月、4月、5月もいいね。本当にマジで暑くなると長崎にはもう行けないんですよ、虫が出るから。だから6月までには絶対行きたい。5月か。一人でユニバ行っても楽しいと思いますか？まあまあまあ、ユニバ自体はね、何人でも楽しめると思う。だけどそれはなんか私的に周りを見たら、カップルだ、学生だ、いっぱいってなっちゃうんで、周りを気にしなかったら楽しいと思います。
長崎ってそんな出るの。虫ね、なんか夏に行った時にこんぐらいの雲がいて家の中に、もうビビりすぎてもう無理ってなった無理ってなっちゃった本当に。普通にね、なんかいるから、堂々といるから本当にびっくりしちゃうんですよ。そう、まあ冬もそれはなんかね、生き物はいっぱいいると思うんですけど、でも全然ないつだっけね、結構昔に行った時にこんぐらいの見て無理ってなって、で、ね、夏はやめようみたいになって、ちょっとマシな時期に行った時はあんま見なかったので、だからそうそんな感じ。別に何かしてくるわけじゃないんですけど、なんかわかる？なんかもうね、もしそこにいたらもう私ずっとこう見ちゃう、もう話してても集中できない。だってさ、こんだけ大きかったらさ、外に出すのも大変じゃん。なんかこう飛んでるのだったらさ、紙とかでさ、こう窓の方にやればさ逃げてくれるけど、雲とかってさ、こうそこのなんか住み着いてるじゃん、なんかそういうのって、だから無理なんですよね。本当にこんな感じで見ちゃうもん、ずっとそうです。なんかお風呂の中にもいて、本当無理だった。で、一回見るともう体の鳥肌とかも寒気止まんなくて、もう本当に無理っていう。しかもね、なんか夏行った時に夜花火だっけ釣りだっけなんかをしようってなって、てか聖火がしたいって言ったから、あの昔小さい時になんか夜に出かけたんですよ。そしたらなんか足元になんか長めの虫がいて、なんかうにょうにょみたいな、無理で、もうなんかもう見た瞬間めっちゃ目の前にいて、もう無理すぎてなんか行かなくなったんですよ。無理すぎて、もうその虫が本当にね無理だったね、本当ね。行かなかった。誰かが行きたいって言ったのに、無理、もう行かないって言って行かなかったんですよ。暗かったんで分かんないんですけど、ちゃんとしたのが。でも長めの虫、本当にいるじゃん、長いやつ。あれよあれ、セミも苦手。いや、セミはね、だってさ、飛んでくるじゃん、めっちゃドーンって突撃してくるタイプの虫やん。無理だよね。あ、ムカデ、え、なんかもう本当に無理想像しただけで無理だな、やっぱ。ずっと虫の話。いや、私も嫌ですよ、虫の話はしたくないんだけどなんか言いたくていや、本当は虫は無理です、私。本当に機嫌悪くなるわ。キャンプ無理。あ、私絶対キャンプ無理だと思うね。なんか行ってみたいなみたいなのあるけど、いいとこしか見てないからさ、やっぱキャンプとかテレビで見るようなキャンプって、だから
実際行ったらね、血だらけだし大変。キャンプ無理そうだね。というかちょっと髪伸びたよね、なんとなく。どの長さが一番好きなんだろう皆さんは。私過去一短いこの長さか、ちょっとこのぐらいか、もうちょっと伸びたのか、めっちゃロング。これより短くはあんましないと思うんですけど、そうだね、短いな、やっぱ今の長さ。鎖骨、あ、この辺、おお、あとちょっと鎖骨。ゆるって巻いてポニーテールが揺れるくらい。あ、もうちょいこんぐらい長くないとね、それはね。今回切る前ぐらい。あー、確かにあれはなんかちょうど良かった気もする。意外と今の長さ結構好きってきて、まあ、意外と評判良くて嬉しかった。長い方が好き。いや私もね、長い方が好きです。そりゃなんかよく言ってるけど、なんか結構普通に私が好きなのが髪長い人なんですね。好きに、あ、この人可愛いなとか、この人いいなと思うのが髪長い人、ゆる巻きしてる感じの人が好きなんで、まあ楽ですけどね、これは本当に本当に楽だけど長い方が好きだな。思ってたよりめちゃくちゃ似合ってる。やったね、本当にね、楽。絶対切らないって言ってた頃が懐かしいね。あとね、本当に切りたくなかったんですけど、あのでも20歳、成人式終わったらちょっと短くしてみたいなっていう思考が出てきて、それで、そうだね。でもなんかその真面目で金髪にすることになって痛むじゃないですか。だからそう、痛んだ分切ったんだけど、なんかブリーチすると髪の毛もアイロンとか当ててどん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 傷んでくるから、もう本当にボブにするつもりは本当なかったけど、あの切ったよね。でも本当に切ったおかげで痛みがあんま見えなくなって、全然毛先はまだまだブリーチの毛だけど、だからね、髪のために切ってよかったなって思いましたね。本当に切るつもりはなかったの。でもね、メンバーも意外と評判良くて似合ってるって言ってくれて良かったです。確か短いの流行ってるよね。ね、メンバーも結構短い子多くなったもんね、私を含め。一旦短くしたら楽すぎてロングに戻れない説ね。それはあるかも。めっちゃ楽だもんこの長さ。髪もすぐ、長い時よりすぐ乾くし、朝もなんかすぐ終わるセットみたいなの。でもちょっとずつ伸ばしていきたい。傷んでるとこを切りながら伸ばしていきたいっていう私の願望。前髪切りたいんですよね。長い、長いとこううねってくるんですよ。だけどワンチャン伸ばすのもありかなと思って、我慢できなくて切ると思うけど、
いや、髪伸びてから伸ばすのもありかな。どうでしょうか。ね。そう、むちゃ練ります。あのね、癖っ気やから。なぎちゃんの誕生日です。ね、今日お祝いしました、なぎちゃん。おめなぎ。LINE もしたし、そういえば関西弁ショールーム楽しかったよ。そう、楽しい、あんな感じだね、いつもね。マジでいつものテンションすぎて、あ、大丈夫かなって思ったんですけど、楽しかった。その日の夜3人でお泊まりしてるからね。やばすぎ。そのショールームした後にご飯行って、ご飯行ってる時に、え、ワンチャン今日行けるんじゃないってなって、その日にお泊まりした。めっちゃ、そのご飯行った時もね、めっちゃ喋ってたのに、もうね、レッスンの時もその日ずっと3人でいたんですよ。どんだけ仲いいのって話ね。ももちゃんのお家に行きました。ここの5倍元気だった。そうなの、いつも5倍元気なの、メンバーといると。今日は元気じゃないの。元気ですよ。でもあの5倍、今から5倍の元気出してって言われるの無理。元気だけど、そう、一人だとやっぱおとなしい人になっちゃうんでね。メンバーといるともう楽しいザ陽キャーみたいな感じでいけるんだけど、一人だとやっぱ、あの、すいません、無理です。でもちょっとね、声低いって言われた。それな、でも楽しいですよ、こんな暗いように見えるけど、めっちゃ楽しい今。ザ陽キャ持った。でも私陽キャです。メンバーに絶対陽キャって言われる。まあ陰ではないんだよね。そうだ、さよなが陰キャだからね。そうなの、逆に見えそうだけど、私はめっちゃ陽キャですよ。マジマジ、いや本当にようです。いいんなわけない。そうでしょ、私本当にあれ、いいんではない。そう、意外とね。エイトメンバーで誰が一番陰キャ、誰、全然分からんけど、でもさよなは陰キャ、それだけは分かる。
自分でもやってるしね。今何時だ？今日はとりあえず19時になったらランキング読もうかな。とりあえずね。ん？19時になった。はい、ここがポコッとなの。1842できてる。あと20分話そう。そしたらこの体勢めっちゃ楽なんですよね。最近首支える体勢仕事頑張ってきますって言ってる。そっか、引き続き頑張れ。ショールームの成果でさえ見てると元気になれる。それは嬉しいね。明日仕事納めなんだって来てる。おお、すごい。もうそんな、そうですよね。イブに仕事納めっていいね。でもクリスマスだからって特にやることもないんだよね。そんなに。昔はなんかみんなでプレゼント交換とか、それこそサンタさんめっちゃいい、サンタさんいたから、あのね、あれなんですけど、あのね、おー、最近はやっぱいないっていうか、そんなクリスマス特別に過ごすっていう感じではない。クリスマスでも、クリスマスだったらクリスマス系の衣装を着たサンタさんになれたり、普段絶対できない、プライベートでサンタさん着ないから、お仕事で着れるのは嬉しいなって感じ。あとはあのクリスマスツリー見れたりとかね。寂しい、切な、今一人で喋っててさ、大丈夫かなこの子って思われたらね。大丈夫、私にはファンの皆さんがいるんで、もういいの。いつもだから大丈夫はやめて。クリスマスもお話し会でファンの皆さんと過ごすしね、あとなんだっけ、そうイベントもあるし、明日だって公演だしね。でも私ね、本当に寂しいと思わないんですよね。そこがやばいかもね。でもそれはショールームとかファンの皆さんがいるから寂しいと思わないんだろうなと思う。だってお正月だって一人でショールーム配信するって言って、普通に考えたら、え、誰かと一緒にやんないのとかさ、思われそうだけど、
全然寂しいとも思わんのよね。一人でも本当に何でもかんでも楽しめるっていう、そう、特技特技っていうか、そうそう、まあ一人が好きっていうのもあるしね、一人でも全然いい。趣味一人でいること、趣味なんですかって聞かれて、一人でいることです。やばくないですかあ、この人やばって思われそう。いや、私は人と過ごすのも、人っていうか、ね、メンバーとか友達とか、ね、家族とか過ごすのめっちゃ楽しいですよ。だが一人でも全然いい。陽キャじゃないやんって来て、いや本当にね、自分でなんか陽キャって言ったら信用してもらえなそうなんだけど、誰かに聞いたら陽キャって言われそうです。お、なんか爪が事故ってるんですけど大丈夫？めっちゃ綺麗に塗れたと思ったんですけど、結構事故ってて、誰に聞いたらいい？でももちゃんかさよならに聞いたら陽キャって言われそう、言ってくれそう仕様っていうか、これいつも塗ってる色なんですけど、ソルティチェリーってやつだけど、一回塗ってなんかめっちゃムラができたから二度塗りしたんですね。そしたらなんかめっちゃ深い目の色になっちゃった、濃いです。これのマニキュアだんだん減ってきて、めっちゃ塗りにくくなってきちゃった、気に入ってるのに。だからもう今年の冬までだろうね、この色は。っていうか今更だけど、この背景可愛いよね、ショールームの。お正月も楽しみ、クリスマスこんな可愛いんだから、お正月もめっちゃ楽しみ。なんかさっきギフトもプレゼントとか可愛いですよね。めっちゃ なんか別に聞いてもへーって思うだけだけど、言うね、あの私今日レッスンだったんですけど、あのいつもカバン持っていくんですよ。なんだけどなんか朝早いと何もかもちょっとめんどくさくなっちゃって、ダウンのポケットに財布と鍵入れて、イヤホン首にかけてそのまま家に出れたの。荷物手ぶら、マジで近所になんかコンビニに行くぐらいのスタイルで
行けたのよ今日レッスンに。へえじゃないよ、コメント欄みんな。ちょっとでも本当にへえと思うでしょ。だからけももちゃんに言ったら近所やんって言われて、全然近所じゃないけど近所スタイルで行けたのよ。そうレッスン着にダウン羽織って行ったんですけど、なんかもうカバンいらないかも、レッスンの時。私小荷物もそこまで行った。そうなの、なんかさすがに公園とかある時とかはメイク道具とかいるんですけど、本当にレッスンの時って飲み物は自動販売機で買いますし、財布もワンチャンどこも行かなかったらいらないからね。本当に踊りに行くだけなんで、携帯があればいいなみたいな。感じ。キャッシュレスで行けるとこもあるしね。みんなキャッシュレスですか？なんか誰かがペイペイ使ってて、なんかめっちゃ便利そうだなと思った。最近モバイルスイカでした。あ、便利です。そうなんだよね。今日会社に財布忘れたけど平気。おお、ほぼペイペイしか使わないレベル。そうなんだ、便利ですよね絶対。もともと現金あまり持ち歩かないもん。まあね、私全然財布にお金入れないんで、なんかママに心配やわって言われたことある。数千円ぐらいしか入ってなくて、ママは結構入れてるタイプだから心配って。ポイント貯まるのは良さそう。確かに確かに。ママと一緒なら財布すら持たないもんね。そうそうです。財布持ってても出さないっていうね。出せやんって思うんです。絶対に。そうなの。例えばさ、自分のスイカにチャージしたい時とかもママがいたら、ちょっとスイカチャージしたいねんけどって、自分で財布持ってても言う。ちょっと5000円チャージさせてみたいな。やば。
ありがとうママ。ママが銀行です。ママにプレゼントを送る。そうママにはね、そうそう、なんか送りたいなと思うけど何がいいかなって悩み中。クリスマスはちょっと買う時間もないんで無理なんですけど、いつか。何がいいかな。なんかずっとね、2週間前ぐらいからずっと考えてるんですよ。何がいいかなって。でも分かんないのよ。で私はママにいつかバッグを買うんですよ。ルイ・ヴィトンバッグ。いつまでって二十歳のうちに買いたいよね。25ぐらいまでには。うん。でもそれしかな、そう、それを思ってたんですけど、私今すぐそれを買うあれはないんで。ん ?20 歳のうち、あ、違う違う、20代です。20代。そう、ママにそのヴィトンのバッグを買う前に私はね、タブレットが欲しいんだよ。ショールーム配信するような、節約しようって思っているの。一気には買えない。っていうかマトリックス見に行きたいんですよね。あれ髪が短くなってるってきて。そうです、切りました。19時だよ、イエーイって来たら、イエーイ !19 時でーす。あ、嬉しいわけじゃないよ、あの、イエーイっていうのは別に、配信終われるイエーイじゃなくて、教えてくれてありがとうのイエーイだから、そこはよろしく、勘違いしないで。
じゃあランキング読みます。13位、園田長崎アットせりちゃんレッスンお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、てつせりかちゃんメリークリスマス I love you at 台湾さん、ありがとうございます。メリクリー。11位、中心アットボブかわいい、はい、ありがとうございます。10位、中心アットひなちゃんせりちゃん今日もかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、プアーアット爪かわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、ケンジアットすっぴんのセリカ超かわいいさん、ありがとうございます。イエーイ。7位、M さんアット明日の公演私も楽しみ。6位、カバさん1202アットせいちゃんのショールーム楽しかったさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、アッツアット幸せりかせりかたんおしさん、ありがとうございます。わーい、ありがとう。4位、アマジの黒ひょうアットせいちゃんお話し会楽しみにしてますさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、J アットママのために頑張って貯金してねさん、ありがとうございます。ありがとう。2位、赤いゾウさんアットヘナチョコな私でも愛はいっぱいさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。して1位は田中明菜アット今日もセリちゃんは白かったさん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、今日もありがとうございます。リクアは何投票しようか悩むってきてねえ、悩むよね。ありがとうございます。明日もやる？配信できたらします。イブなんで。そう、クリスマスもしたいよね。あとはあれね、六本木終わりもできたらしたいよね。クリパ、クリパ普通の配信になりそうだけど。そう、25日はあの特番っていうかさ、ショールームのあれがあるよね。明日で公演納めね。あ、そっか、そうだそうだ、今年最後の公演明日。早っ。
楽しみます。そう、早いよね。早すぎ。2022年どんなことが起きるんでしょうか。たくさん会えますよね。ねえ、会いたいね。明日公演当たらなかったから今から女の子に声かけます。頑張ってください。ね、今時でもマスクしてるからさ、なんか一回歩いてる時になんか、すいません一目惚れしました、今からご飯行ってくださいみたいな言われたことあるんですけど、いやマスクしてる顔でどこにそんな一目惚れするんだろうと思ってスルーしたんですけど今時って確かにむずいよなと思って、そう考えたら。むずい本当に。だってマスク外したら全然想像と違う顔かもしれないじゃん。こう例えばご飯行くとするじゃないですか。でマスク外したら、あ、なんか違うなみたいな思われたら嫌じゃん。思うのも嫌じゃん。なんかうわって思って、なんかね、失礼すいませんってなっちゃうじゃない。でもさ、もしマスクを外せるってなるじゃん、今までのあのさ、なんていうの、生活、マスクする前の生活みたいなに戻るとするじゃないですか。でもそうなってもなんかマスク外して手放せなそうと思っちゃう。まあ、普通に風邪予防とかにもなるしあれだけど、なんかさマスク外すのが申し訳ないって思っちゃいそうじゃない。外で、まあ、なんかレッスンの時になんか暑いから外すとか、今もレッスンの時とかリハの時はずっとマスクしてて暑いなと思う時にも外せないからあれだけど、やっぱ外歩いてる時はね、ここがスースーしそうと思う。でも、早くマスクから解放されたい。まあね、そうなんだよね。マスクしてると表情筋がなくなる。いや、わかる。てかこうマスクしてて笑うじゃん。そしたらさ、こすれるのが肌に良くない？まず。一番戻ってほしいなと思うことはコールができること、あのライブで
なんか一緒に歌うとかいいじゃない、なんかライブで一緒に歌ってくださいってなって歌うみたいな。で会場が一つになりました感が好きなの。それやりたい。なんか今は慣れたんですけど、コールがないライブも。だけどやっぱ昔の映像とかライブの映像見ると、あ、やっぱこっちがやっぱライブだよなって思う。なんかこう、それこそこれこそライブって。明日の公演の髪型どうしようって話だ。まああんま結べもしないしね、あれなんだけど。どんなんでしょう。でもね、雫公演はユニットが2つとも可愛いんですね。なんだっけ、フルーツスノーとあれよ、あれなんだっけ、君は僕の風だからソズハネしか。まあね、外ハネかストレートかちょっと内かだよね。この前はでもストレートの内にしたからね。外ハネになる気がするけど、なんか外ハネ、毎日外ハネだからさ、悩ましい。高めツインやっちゃう。この長さの高めツインはマジで虫になっちゃう。明日来れる方は会場で、来れない方はオンデマンドでよろしく。リンゴ、確かにこの長さのリンゴは本当にリンゴですよね。短い一つ結びを見てみたい。確かになんか短いのも意外とね、悪くはなかったよ、やった時。まあ、ちょっと短すぎるけどね。ということでね、終わります。そろそろ多分外羽にちょっとアレンジするかなぐらいだと思うね。やっても髪型はもう新しい髪型見つけたらそれします。それじゃあまた、今日もありがとうございました。明日公演で会いましょう。あとはあれね、ワクワク編集部見てね。あとあれあれあれ、ショールーム夜するかもしれないんで明日も見てください。それじゃあありがとうございました。バイバーイ。